僕フォルテ。おはようございます。フォルテです。シャキーン。そしてピアニストの樋口一郎です。はい、というわけでね、始まりましたチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番ということなんですけれども、今回全国各地で2台ピアノでチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番を演奏させていただきます。そして第1部では僕がね、ソロ曲も弾かせていただいてめちゃくちゃ楽しいコンサートなんですけども、新しい曲のチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番を今回樋口くんとやるっていうことなんですけども、僕たちは実は大学1年生の時から友達でしてね、で、まあずっと成長してきて、大学時代は別々だったんですけど、学校はですけども、まあお互いこうやって成長して、まあピアニストになって一緒に共演ができるってことで、おめでとうございます。いや、楽しんでいきましょうということで、今回はね、彼にチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番のいわゆるオーケストラパートを演奏してもらうことになりました。そういうことで早速ですが、まあ合わせをやっていこうと思います。まあどういう音楽にするかとか、今回初めての合わせなのでね、ゆっくりやりながらどういう音楽に持っていくだったりとか、ここはちょっと合わせにくいねっていう練習をしたりとかして、まあ本番に臨むためにさらに積み重ねていくという1回目でございます。それでは早速最初から合わせていきましょう。みんなおなじみのあの曲です。Thank you.
初めての合わせなので、ちょっとね、ちょこちょこずれていたので、ちょっとそこを修正しながら、はい、やっていきたいなと思います。どうでした？なんか、やっぱテンポ感がね、興奮してくると、僕はバンバン前に出てしまうけど、やっぱね、一郎くんはね、やっぱ落ち着いてるから、ちゃんとね、守ってくれるんですけどね、合わなくなるんです。僕だけがどんどん先走っちゃうからね。はい、興奮フォルテくん、抑えろ、抑えろ。はい、ということでね、やっていこうと思います。失笑。Thank you.
はい、今約3時間ほどね、合わせをしてみましたが、どうでしょうか、疲れましたか。まあでもね、やっぱりお互いかなり引き込んでる曲ということでね、やっぱりね、一郎くんもかなりこの曲はたくさんやった、ということでね、やっぱりすごい安心感のある合わせでした。ということでね、やっぱりね、2人で演奏するっていうのは普段のソロ公演とは全く違って楽しいですね。はい、というわけでね、コンサートを楽しみにしてもらえたらなと思います。じゃあまた来月ぐらいにさらに仕上げて合わせをしていきたいなと思いますので、ぜひともコンサート詳細チェックよろしくお願いします。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。よければチャンネル登録って絶対チャンネル登録お願いします。というわけでバイバイ。見てくれてありがとうね。